ビジターズの時にスカートがさ、スカートの裾が、スカートの裾がね、なんかね、デザインで、衣装のデザインでちょっとさ、穴が開いてるってか通るよな。そこにめちゃくちゃマイクが引っかかって、スカートがスカートのなんか穴が開いてる部分にめっちゃ引っかかって、ビースターズの時の感想でこう腕回すところがあるんだけど、あれやった瞬間にマイクが引っかかって飛んでっちゃって、めっちゃ焦った。えっと思った。めちゃくちゃ焦った。その後も何回か引っかかったけど飛ばずに休んだ。そう、マイクが引っかかっちゃったんだよね、あれ。スカートの穴のところに。その後ずっとヒヤヒヤしてた、スカートに引っかかるたびに。マジで飛んできそうで、何回か引っかかったし。びっくりしたもん。引っかかったんですあれ、スカートのところにマイクが。びっくりした。なんであんなことなかったの。でも人によってさ、衣装のタイプが違うからさ、私と同じスカートの形の人は引っかかりやすかったかもしれない、わかんない。人によってバラバラだから、衣装の形。そう、びっくりした。めっちゃ焦って撮っちゃった。この時パニックだったね。えっと思って。弁当量ないよ、普通のサイズ。その方は下から壁、明日なの？優勝したんでしょ、チームの方が。分かんない、明日かどうかは知らないや。知らない。何も。明日って言ってた？私あんま分かんない。明日の髪型も決めてある。いつかも。いや、さっき知ったんだけどさ、ブッキング選抜入ってなかった。選ばれてなかった。さっき知った。入ってる途中で見て。残念でした。やりたかったんだけどな、あれ。何だった？そう、クッキング選抜。やりたかったけど入れなかった。審査員賞。
選ばれてなかった。こんな時間かちゃうで、こんな時間でもだって食べないとお弁当持って帰ってきて食べないって俺じゃない。最後食べてもコンサート始まる前だから5時とか、なんかお昼の軽食を時間なくてちょこちょこ食べてたって感じ時間かけて時間かけてで、その合間合間食べてたから時間かかっちゃって、これ夜なんだけど、夜のお弁当、お弁当食べる時間なかったから。まだチャンスはあるのかな。あれ、まだチャンスってどういうこと？料理選抜、あれはもう決まっ、選抜ってかなんていうの、クッキング選抜の候補生はあれで決定だよ。あれで決定だから私は入れなかったっていうこと。どういうことだよ。ランキングはね、ゲームでしか関係ない、それ以外は関係ないんだよ。そう。もしもしどんなこと、これからの名は勝っていくよ勝っていくよ。ああ入りたかったね、でも残念だった。仕方ない、これは。じゃあ何か分かんない、ちょっと他のメンバーの全員何か把握してるわけじゃないから、なんか作ってたんじゃないかな、入ってるってことは。何食べた、お弁当食べてます。ちょっとさ、魚骨がティッシュ持ってこよう。迫力を感じる、感じる？普通じゃない？魚の骨取りと、なんかでかくない？取りづらい。あ、そう、これ羊、羊ヘアみたいな調べて出てきたやつ。荷物受け取った？荷物？荷物受け取るもんないよ。ない。明日、明日朝早いね。明日はちょっと朝配信厳しそう。朝するんだったらめっちゃ早くなりそう。
キーボード明日頼む。今日頼んだらなんかちょっと受け取れない時に届きそうだったから明日頼むことにした。魚美味しい。朝ちょっとだけとかだったらできるかも。今日ぐらいはできないけど、ちょっとだったら。休止期間中、エイトの休止期間中は多分みんな多分ってか普通に今みんなチーム兼任してるから、そっちの兼任先のチームの方で活動する形になると思う。そっちの兼任先の方でかな、主な活動がそっちに移るって感じかな。エイトはね、来年の4月3日の4月3日にやると言ってないのか、確かに4月3日に両方もいいか。あの9周年の劇場公演とコンサートも一旦ね活動休止になっちゃうんですよ、今日発表されて。エイトのメンバーはね何日か前かに聞いてたんですけど、でも知ったのは最近ほんと数日前なんで、なんとなくいつかは来るかなとは思っていたけどさ、いや実際にこう言われるとさね、夏に来たかみたいな。私はね準備兼任なんだよ、準備の方に。覚悟、うん、大半のメンバーが思ってたと思うよ、あんま言わないだけかもしれないけど、大半のメンバーがね、分かんないけど一人一人に聞いたわけではないから。でも仕方ないよね、決まっちゃったことは。まあでも来年の4月3日まではあるので、全然7ヶ月ぐらい全然まだあるので。解散ではないし中止なんで、いつか分かんないけど、その日がいつかまた活動再開する日が来るかもしれないから分かんないからね。解散だったらないだろうけど、休止なので、鶏肉はめっちゃ人参飲んでくる。人参の隣いたから
にそろわない。それはね、私は何とも分かんないからな。休止期間中にオーディションするかって言われたら分かんないし、休止期間中はしないんじゃないかな。だって休止してるから分かんないけどね何も知らないんですこの辺は。飛ばした、私飛ばしてないか分かんないけど、私虹嫌い虹嫌い。なんか汁物スープとかさ、お吸い物に入ってる虹はいけるんだけど、ゴロゴロした虹で煮物で入ってたんだけど、それはちょっと好きじゃない。骨がすごい美味しいけど、骨が、取れた、全部取れた。あ、そう、ハンバーグの付け合わせとかになってるやつ乗ってる、なんか付け合わせのやつ。今日の髪型羊編。お弁当はね、弁当3種類ぐらいあった気がする。なんだか忘れたけど、なんか鶏肉とこれと、あともう一個覚えてない。まず何も食べなかった今日。いや今日食べたけど、普通にお昼、お昼のよくわかんない時間に4時とか5時とかにリハの合間でちょこちょこ食べてたって感じ。いやそっから何も食べてないね。うん、ドーナツ食べたか忘れてたわ。仕入れであったドーナツ言ってたりとは。M ドーナツ、ドーナツ。私はピスタチオに行った。前にピスタチオ食べて美味しくってさ、また食べたくってそれにしちゃった。カノンも美味しそうだったけど、ピスタチオ。これ骨？骨だ。だってとマイク投げましたけど、投げたんじゃないんだよね。あれ以上に引っかかって飛んでったの。投げたくって投げたわけじゃないよそれ。衣装に引っかかったのあれは。仕方ない。引っかかりやすくってその後も何回か引っかかってた。飛ばなかったけど。ビスタスのね、関数のところで手回す振りがあるんだよ。その時にちょうど衣装にマイクが引っかかって、引っかかっちゃったんだよね。あ、凪ちゃんも飛んでたの。凪ちゃんも同じ形のスカートだったのかな。でもその後めっちゃ怖かった。何回か引っかかってさ、衣装の方がめっちゃマイク引っかかりやすくて穴が開いてる感じの衣装で、めっちゃ引っかかっててさ、あの後も怖かった。ずっとでもあれは仕方ない無理だよ。骨食べてるわ。
いやなんか手回した時に、あ、引っかかってると思ったんだけど、いやもうさもう回してるからさ、どうもできなくってさ、そのまま回したらもうマイクが飛んでいっちゃった。持ってたんだよ、私衣装の方が強かった。いや取れるかなと思ったんだけど、めっちゃ焦った。かかったんですよスカートに。これからどうするの？レトが休止したらの話ですか？私はチーム B に、そのエイトがなくなるから、なくなる？違うな、休止してしまうから解散ではないから、だからそうチームエイト、チーム B 兼任じゃなくってチーム B のになるっていうだけかな。なんかめちゃくちゃ変わるってほどでもないけど、活動が今までのエイトの活動がなくなるって感じかな、休止した後は。まあでも7ヶ月ありますからね、それまで。あっという間なんでしょうけど、みんなチームとチームなんちゃら兼任じゃなくってチームとか I とか K とか B とか4のになるってだけ、手だけって言ってもまあ大きいけどねそこが大きいんだけどね。まあでもあと7ヶ月はあるんで、休止あるっていうか休止だから、ヘッドが完全になくなるわけではない。イベントとか地元のイベントのハーとかもなくなるのか。うん、でも何々県出身っていうのは変わりはないからさ、どこ代表っていうのは一旦なくなっちゃったとしても出身に変わりはないから、わかんない、どうなるかわかんないけど、この先少なくなるとかもあると思うし、わかんないけど、でも絶対にできないってわけではないと思うから、私のも変わらないしね。でもあんたでまたイベントしたい、普通に今まで2回したんだけど、一人もいいけど、なんか次は誰かとやり、なんか誰かメンバー呼んでとかやりたいね。今まで一人で全部大分でやったイベントは献血のやつと、もう一個いつだっけ、2年ぐらい前か、あれもう2年も前なのか、早っ。それやったイベント、その2回だから、それどっちとも1人なんだよね。だからなんか何人かメンバー呼んでとかやりたいけど、
そう、芸能祭、それ。11月にやってる。緊急救援して好きになったら少し寂しい。なんだよ、私でも私がなくなるわけではないんだよ。みんないるのはいるからね。その先は知らないけど、みんなのやめちゃうとかわかんないけど、そう話をしてないからわかんないけど。生徒が一旦お休みになっちゃっても、みんなはその県民のチーム先に行くだけだから、 AKB にはいるから。何かお祭りに出て置いたの？あれ出たいな、普通に。普通にお祭りとかそういうこと好きだしお祭りはちょっと屋台が好きなんだけど、私は屋台好きだからお祭り行くの好きだしな。なんかいいね、そういうのやってみた。うん、いや美味しい、この卵焼き美味しい。うん、びっくりした、今食べた。飲ましたよ。ん？ん？これ種入ってるよね。なんか普通に噛めちゃったんだけど。ん？うん、種ある。普通に噛めちゃってびっくりしてる。なんか梅干しの種が柔らかかったのかな。びっくりした、普通に噛めちゃったんだけど。ちょっと種が、もうこれ取れない種。いや、後でしよう。取れたやつ食べとく。いった、びっくりした。なんか種めっちゃ柔らかくて普通に噛めちゃったの。
歯は大丈夫そんな、なんかね、柔らかくて普通のさ梅の実ぐらいの柔らかさだったんだけど、びっくりした。種が柔らかかったんだけど全然硬くなかった。水分、うん、飲んでるよ水結構。今まだ普通に、あでも結構元が減ってたか、まずちょっとしかない。飲みますよ水もちろん。武道館の中探検？探検はしてないよ。そんなできないよ探検とか時間なかったからね。今日は結構もうずっとタイトだったから時間が。人間食べた。最初の方に食べた。ちょっとね、妹選抜。え、なんかね、知らなかったんだよね、最初。その何々選抜みたいな、決まってるみたいな。まあ、大体わかるけど、見たら。ワゴンコレクションだけよくわかんなかったんだけどさ。その。こうプライオリティだったらかっこいいとかさ、ノーマンノーマンとかだったらそうなんかダンスみたいな、天国野郎はそうなんかちょっと面白い感じみたいな、大体はわかるけどさちょっとわかりづらくない？でもん時あえてさぱっと見わかんないじゃん、普通に可愛い曲だから。知らなかったんだけど、最近知った。妹系選抜だって。うん、食べた。これは骨。ごちそうさまでした。リップもよ、安心だって。リップリップリップ、新しいグロスいい感じだった。アイシャドウも新しいの今日使ったんだけどいい感じ。
頼んだリップはまだ届いてないけど。アイシャドウさメイクポーチの中に増やしたからさ、メイクポーチがパンパンになっちゃった。なんかスースーするこのクロス。あ、そうキラキラする。キラキラしたのがほらこの。ラメ入ってる細かいラメが髪ボサボサだなボサボサになっちゃってる。そう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 、実際に変わりもするけど、で最高気温24度、ちょっと暖かいね。だけど今日普通にロンティーで暑かった、踊ってたら普通にめちゃくちゃ暑くて、もうずっとこうやって腕まぶって踊ってた。それでも暑ぐらいだったから明日は半袖着てこう。で、パーカー持ってけや。今日ロンティーにしたら暑かった、踊ったら暑かった。それでよかった。普通にいたら暑くないけど踊ってたらね。暑かったんで普通にしよう。明日、明後日は踊るときは暑くなるから、でも普通に外行ったら寒いだろうからパーカー持っていくけど。あとね、今日ねスタバ行ってちょっと早く着いちゃったからさ、スタバ寄ってパンプキンスパイスラテだっけ、ちょ飲んだ。キャラメルソース追加して、めっちゃ美味しくてびっくりした。美味しかったそれ、パンプキンのやつ。スパイスって名前がついてるからさ、なんかよくわかんないから今まで頼んでなかったんだけど美味しかった。あ、そういつもキャラメル追加してる、合いそうなやつの時はキャラメルソース。写真撮ってない、撮ってないですね。パンプキン、美味しかったよ。パンプキンスパイスラテ、ゆうたかわいか TikTok。 ちょっともう今めっちゃボサボサだからな、もう結構崩れてるからちょっと。で明日も朝早いんでしょ、今日は撮らないです。またいつかした時にね。明日結構早くからさ
き、今日より全然早起き。ん？え、今日と同じぐらいに起きるかな。分かんない。スタバそんな行かない。自分が行きたい飲みたいものがあるときに行くぐらい。そんな行かないね。そんなには行かない。今回はその焼き芋のやつと焼き芋フラペチーノとパンプキンスパイスラテどっちも飲みたかったから。パンプキンスパイスラテはどっちでもいいやって感じだったけど、飲めたら飲みたいなぐらいだったけど、飲めたからいいや。出る何分前に起きる。私ね、結構そのギリギリまで寝てるタイプではないから、焦って準備したくないから、ギリギリまで寝たいんだけど、そのなんか急いで準備したくないから結構余裕持って起きる。1時間半か1時間前ぐらい、もうゆっくりご飯食べてみたいなゆっくりご飯食べてゆっくり準備してみたいな。1時間半ぐらい前かな。メイクしないんだったら1時間とか1時間半メイクしないんだったらね。でもメイクするんだったらもっと早く起きる。メイクゆっくりしたいから2時間もうプラス1時間ぐらい、2時間か2時間半ぐらい。ゆっくり準備したいんだよな。急いで準備したくないだからそんなもともと起きる時間さ、ギリギリにはしない。そうやって準備するのが嫌だから最初心配性なのかな、わかんない。でも急いで準備したくないゆっくりやりたい焦ってするの嫌だな。なんか自分のこうペースでやりたいホテル泊まっててもそんぐらい、うん、そんぐらいです。変わんないね。まあ変わんない。そう、朝はね、私食べないとダメなんだよね。いろいろ頭動かない朝食べないでいろいろなんかしてるとかできない。そう、なんか朝は食べない。よっぽど時間がないとか以外は絶対に食べる。朝起きて全然だいぶ違うけど、今日は疲れ…え、テンションだいぶ違う？嘘。まあ、ちょっと眠さはあるよね今日早起きだったし、あ、でもこれから明日いろいろ練習しないといけないから寝れないですけど、まだ明日早いしな、出る時間も。
この後も練習しないと。だって明日のやつはまだしてないんで。してないからしないといけない。3時間しか寝るぞ。まあ確かに。でもコンサート期間中はそんな感じ。当日はいつもまあいつも通りっちゃいつも通り。いつも2、3、2、3、4、4とか4時間大体5時間以下かな。そんなもうまだいつも通りな感じで。寝る時間は絶対に作る。なんかもうゼロとかでは絶対にいかない。明日はあれだね、リクワですね。リクエストはカップリングリクエストは、うん、55分ありがとう。13位からランキングます。13位ムムさんありがとうございます。12位トワさんありがとうございます。11位プッチーニさんありがとうございます。10位ヒノニャンマルさんありがとうございます。もうちょっと13位かも変えます。13位ラークラークさんありがとうございます。12位ひのにゃんまるさん、合ってるね。ありがとうございます。合ってた。で11位がとわさんありがとうございます。10位スペースランナウェイさんありがとうございます。9位あきひこさんありがとうございます。8位プッチーニさんありがとうございます。7位にゃこさんありがとうございます。6位まるさんありがとうございます。5位としのりさんありがとうございます。4位、あ、わかんない。9アトマーク強化連たんおいしい。トマク強化連タオイさんありがとうございます。なんて呼んだらいいか分かんなかった。最初今4位の方読んだよね。次3位か。3位ジョークスノーさんありがとうございます。2位ウドさんありがとうございます。そして1位がラボーナさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。あ、待って、シンさん、キキララタワー、かわいい。名前からかわいいな、キキララタワーな。キキララタワーありがとうございます。ありがとう。かわいすぎるキキララが。キキララ、ちょっと紙に振りますね。時間あるよね。3分いける。あー待って、めっちゃビリッチ。下手くそ。10月7日シンさん、ちょっとなんか文字がかすれてる。キンキララタワー、キキララたい。あと1分ぐらいで書きたいんですけど、書けるかな。あと 1% しかないよ、充電が。画面を見てか、あ、ここにいるじゃん、横に。ちょっと待って、書けるかな。この画面、自分の画面拡大しよう。書ける。私絵はうまくないんですけど、いけますかね。え、待って、あ、時間がないよ、時間がないよ私。
待って、めっちゃちっちゃくなっちゃった。なんでこんなちっちゃく書いたんだ。待って、めっちゃちっちゃく書いちゃった。待って、意味わかんないわよ、ちっちゃい。どうしよう。あん、なんかめっちゃちっちゃく書いちゃった。本当、私もなんでこんなちっちゃく書いたんだ。超適当だけど許して。見えない、キキララに。どうしよう。急いで書きすぎたわ。あ、やばい、時間だ。ありがとうございます。ちっちゃくなっちゃった。しんさん、ありがとうございました。キキララとは、ごめん、ちっちゃい。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。